カーリンと娘スザンヌ。カーリンが1877年に描いた作品。カーリン・ラーションはスウェーデンの画家カール・ラーションの妻である。旧姓はベリエー。スウェーデン中部、ネルケ地方のエレブルーの成功したビジネスマンの家に生まれ、早くから絵の才能を示した。ストックホルムの学校で学び、手工芸学校で学んだ後、 1877年から1882年の間、スウェーデンを王立美術院で学んだ。カーリン・ベイリエーは、後に、夫となるカール・ラーションと1879年のスウェーデンで初めて出会った。1882年9月、二人はパリ郊外の村グレーシュル・ロワンにおいて婚約。翌年6月に、ストックホルムで結婚し、間もなくグレー村に戻った。 少女スザンヌはクレー村で生まれた。1885年には一家でストックホルムへ戻り、翌年バーランド美術学校の教師となった夫と共にイエーテボリに移り住み、そこで長男ウルフが生まれた。1888年には夫がポントス・フュシュテンベリーから壁画制製作を依頼されたためパリに滞在することになると小さな子供たちを ハルスベリ在住の自分の両親に預け、夫に同行した。パリでは、次男、ポントゥスが生まれた。1889年に夫妻が、ハルスベリに戻って、子供たちと再会した時、ウルフは喜びつつも父を、おじさんと呼んだという。1891年に、ジジョリ・スベス、1893年に三女、ブリータ、1896年に四女、チェシティが生まれる。 三男 S 病院が生まれた翌年、1901年から、一家は、ファールン市の村、スンドボーンに定住するようになる。スンドボーンには、カーリンとカールが1888年に、カーリンの父アドルフ・ベイリエーから譲り受けた家があり、それまでは一時的にその家で過ごしていた。カーリンとカールの夫妻はその家リッターヒットネスで7人の、子を育てた。 カーリンとカールの夫妻は1888年にリッラーヒットネースに移り住むと暮らしやすく居心地の良い場所にするために改装と増築を重ねた。改造された窓にはカーリンが棚をつけるなどした。インテリアも主にカールのデザインによって整えられていったが、カーリンは家具やテキスタイルデザインに実用的な質素さと厳格さを加えていった。カーリンの画家としての才能が 世間に評価されることはなかったものの、彼女のデザインしたカーテンやタペストリーといったテキスタイルは、夫によるリッターヒュットネースを舞台にした絵画作品中に描かれることによって、世界中に知られていった。また、カールラーション様式と呼ばれるドレスや妊婦服、小さな女の子用ドレスもデザインしていた。それらは当初、夫カールの作品として認知されたが、 やがて子孫や研究者によってカーリンの作品であると認められていった。カーリンは書斎机や揺すり椅子などの家具もデザインしており、制作した大工は机と椅子のデザインが当時としては非常にモダンであったため、とても不格好なものを作ったのを村人に見られないように暗くなってからカーリンの元に届けたという。現在、カールラーションゴーデンとなって、 カーリンとカールが暮らしていた頃の様子をそのまま止めて、一般に公開されているリッターヒュットネースでは、カーリンがデザインした、課題、小児用ベッドも見ることができる。スウェーデン5番、シーベルト、カール・ラーソン・フォークレイドでは、エプロンのデザインを確認できる。ありがとうございます。